政府の行政文書をめぐる問題で高市早苗経済安全保障担当大臣への追及が激しさを増しています。今日の国会答弁では 高市大臣が委員長の静止を振り切る異例の場面もありました、えー。大臣と総理の電話会談の結果という文書、配布先も不明、作成者も不明、えー、そういったあの内容でございます。そしてまず、ま総理認定を知らないはずはございません。当面は、質疑者の趣旨を対し、簡潔かつ明瞭に行うようお願いしましそのつもりでございます。えー、で。 放送法の政治的公平をめぐり高市大臣が捏造と主張しているのは当時総務大臣だった自身の名前が登場する4枚の文書です中でも焦点となったのが2015年2月13日の高市大臣歴結果と書かれた文書高市大臣はこの大臣歴の存在をこれまで重ねて否定してきました ですからこのようなレクを受けたはずもございません放送法の政治的公平に関するレクを受けたことはございませんしかし今日総務省の幹部は次のような見解を示したのですまあ2月13日に放送関係の大臣力があった可能性が高いと考えられますそしたらこの紙捏造じゃないですね高地大臣 紙に書かれてあることが不正確であることは、改めて申し上げます、だから何月何日の何時に、どのレクがあったかということについては、これは確認の取りようがございませんが、まあ、しかし、この紙に書かれてある内容は、自信を持って改めて否定をさせていただきますレクはなかったとするトーンは弱めつつも。